さあということで、はい、あの今ちょっとね、はい、当時コジそして吉富さんと、はいはい、僕とね、まあ、キジマくんもいますけれども、はい、ご飯を食べ終わって、はい、ちょっと帰る前に街をねフラッとしましょうかっていう感じでね、はいはい、こちらセブンイレブンがあったんでね、はい、韓国のセブンね2人まだ行ったことないから、はい、ちょっと見てみましょうかということでね、はい、はい、多分カジサック、まあ梶原さんか、梶原さんたちが、ね、セブンに行ってると思うんだけどね、うん、多分その動画が昨日出てるのかもしれないけれども、はい、何にせよ当時ところで初めてなんでちょっとね、はい、店内はちょっと映さないですけど、はい、ちょっとブラッと見に行ってみましょう。はい、行ってきます。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。さあということで今、はい、セブンね、はい、ちょっと見てきましたけど、はい、どうでした当時さん。まあ、僕は別に欲しいものはなかったです。あ、そう。でも初めて入ったでしょ。はい、はい、初めて入って。どんな感じだった？日本と全然違う。あ、そう、うん、うん、なんか全部か、もちろんだけど全部韓国語で。そうだね。品揃えも全然違うし、うん、なんか品の並べ方も全然違ったから、うん、すごい面白い感じだった初めて入って。でも欲しいものはなかった、はい、欲しいものはなかったっす。そっか。はい、コジは？あ、コジ、うん、買いました。コジ買った。はい、これおい日本で買えるだろこれどこでも買えるやつやん。あ、お兄ちゃん何も買わず、弟日本のプリングルス日本で買えるなんだこの兄弟韓国のコンビニを楽しめ、もっと。でもね、はい、当時は別にいらないかなって感じで、はい、素直にね、まあ、素直にいらなかった、うん、ね。でコジはこれが素直に食べたかったからねいいでしょう。じゃあちょっと、はい、もうちょっと散歩していきましょうか。はい、しましょう、はい、行きましょう。はい、だってこうやってさ、うん、夜の、まあそんな遅くはないけどさ、うん、街中歩くのもね、初めてだからね、うん、全然ないことだから、うん、さあ、はい、今ちょっと歩いたら、はい、こちら、ゴンチャ、ゴンチャ、本場のゴンチャね、タピオカ、タピオカ、ちょっとせっかくだったら飲んでみましょうかって、はい、なんか全然違うのもある ね、ピーナッツバターだって日本と全然違う。さらになんか、本当だ、タピオカじゃん。全然違う。ちょっと、はい、行ってみましょうか。はい、はい、さあということでみんなでゴンチャ買ってきました、はい、何味ですか？マンゴージュースです。マンゴージュースにタピオカ、はい、甘さ控えめだった。甘さ控えめ。コジも一緒？コジも同じです。どう？めっちゃうまい。美味しい？めっちゃ美味しい。吉見さんは？私はパイナップルジュースにタピオカをトッピングしました。初？初です。うん、飲んでみてください。何これそんな感想あるっけ？なんか、うん、不思議な味。美味しいですか？パイナップルジュースはすごい爽やかなやつ。うん、そういうなんかタピオカってやっぱミルクティーで入ってくるイメージあるから、うん、何これってなりますあっさりめ。美味しいです、はい、でもやっぱりこういうところのやっぱパイナップルを選んじゃうあたりがね、やっぱ同居人として。そうですね、うん、いついかなる時も忘れてないよことで、じゃあ一言じゃあ言ってあげてください。常、ね、いつもありがとうさあそして木島くんは？自分はカフェオレの、うん、はい、紅茶でちょっとミルクティーとかしかあんまり飲んだことなかったんで。なるほど。定番ってことなんかね。いやでもコーヒーだからさ。コーヒー、はい、飲んだことなくて。美味しそうだ。美味しいです。あの甘さも結構控えめに。控えめ、すごい美味しいです。当時も美味しい。めっちゃ美味しい。当時甘いの苦手ね。あ、そうだよね。あんま好きじゃないよね。でミルクティーとかも飲めないのよ甘いくて、うん、でもゴンチャで初めて飲んだんだけど、うん、めっちゃ美味しい。いいですね。当時も飲めるタピオカがあってよかった。いいですね。はい、安さんも取る。あ、じゃあいいですか。せっかくだから。そう、はい、このまま一回食べて。僕はピーナッツバターなんかミルクティーみたいな。いやさげ、激甘のやつです。いやさげ、言ってやってよ。いやさげ。こじやさげ。あんま正面切って言われることなかったよ。おいしい。どう？おいしい。うまい。おいしい？めちゃくちゃ甘いけど、ほんまにピーナッツバターの香りがして、うん、でも基本ベースはチョコかな。なるほど。でタピオカのさ、うんうん、ボタンをさ押し間違えてさ、うん、倍ぐらいタピオカが入ってる
もともと入ってんのにタピオカさらに追加しちゃったんだよね。でも好きだから全然美味しいね、うんうん、ありがとう。はい、全然全然、うん、よいしょっと。さあ、はい、ということでいかがでしたでしょうか。いや、すごい最高でした。よかった。はい、サンナッチも食えたし、うん、タピオカも本場のところでゴンちゃんもタピオカ。サンナッチね、食ってる様子はここでは流れてないんですけどね。あ、そうだ、当時くん。あ、そうか。まあまあいいですけれども、すいません。まあまあ、あの、その食べ終わった後に、うん、ご飯食べ終わった後に、うん、セブンイレブン行って、はい、ゴンちゃんに行くっていうね、うん、以上、日本で行けるお店に韓国で行ってみたの巻でした。確かにね、行けるんだよな、全部行けるからな。でもね、雰囲気違ったし、はい、多分味も多少違うでしょう、はい、ということで、はいはい、何より楽しかったんで、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。